ごきげんよう、マナトです。ファイナルファンタジー7リメイク、続きです。ちょっと絵が面白くて、こんな状態からスタートしちゃった。はい、北条博士の研究施設、最深部までやってきました。あとはこのエレベーターに乗って社長室、そして屋上へと行くんですが、なんか面白くないです、こんな一列に並んで、しかもレッドなんか頭がもうね、急ぐ気持ちが現れてるかのようですが、ね、早く上に参りましょうか。はい、前回屋上へ行きますかっていうここでレッドがすごい念押しを一度行ったら戻れないってみんな口々に脅してくるので、そこで終わってたんですが、その後フロアの方を軽く探索したけど、まあ、取り逃してた宝箱からエーテルが見つかったりとか、まあイベント的なものは特に見受けられなかったかなという感じです。とりあえずベンチで休んで全回復を済ませた感じですね。ということで続きはここからとなります。問題ない、行こう。いや、ジェノバのものとおぼしき体液が点々と、すごい量を落としてる。おお、血の跡。原作でもありましたけど、この血の描写、こんなねこんな光ってたりはしなかった。より一層まがまがしさが増しましたよね。いやー、リメイクさすがのこのハイクオリティ、美しすぎる、幻想的ですらある。エレベーターは今動かなくなってるっぽいな。プレジデントシンラー、エグゼクティブフロアということで、プレジデントの住まうっていうか、彼のまさに居城、本拠地。でもせっかくなので、そのおそらくあの歴々の偉い方のお部屋なんかもこのフロアあるんでしょうが、探索を一応、何にもないしどこにも入れない、これまっすぐ、あ、重厚感、秘書とかが 3,4 人はついてそう勝手な想像。うおー、なんかこういう豪華な作り見てるだけでも、そのシンラっていう会社のあり方がよくわかる。いやー、ここから見下ろしたりしてたんでしょうね、ワイングラスとか片手に越に行ったりして。だいたいシンラ一強の世界だから、ほんと世界をその手にしたみたいな、そういうおごりとかも絶対にあったでしょうし、それでもなお野心を燃やすところに、世が世ならなんか器のようなものを感じなくもないけれど、まあドン・コルネオとはやっぱ格が違うなっていうのはちょっと思いますねまあ悔しいけど、すごい綺麗なんですよね、シンラビル。デザインもだけど、すごい洗練されてる感が。重厚感。この質感は嫌いじゃないんだな。でもやってることは、北条のこととかも含めて許せない。けど、
いいな。綺麗な。プレジデントの野郎どこ行きやがった。セフィロスは。待て。何か聞こえる。誰か。誰かいないか。お。誰の声だ。誰かいないか。ん、窓が。向こうにベンチが見えた。ねえ、ティファ。あ、休憩スポットあるんだ。あ、ここから外に出られるんだ。おい、休憩は済ませてるから、とりあえず自販機見ようかな。助けてくれ。ちょっとお安くなってる。買っておこう。おい、誰か。よし、完璧だ。わざとです。誰かいないか。わざとでした。あー、意地悪してしまった。助けてくれ。プレジデントかな。誰かいないか。おーい、誰かいないか。助けてくれ。おーい、おーい、おーい。すごいシュール。おーい、今行くから。助けてくれ。これは愉快な状況だ。頼む。手が限界だ。謝礼ならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。力持ち。腕脱臼しちゃうぞ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかでよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。よくぞ耐えた、バレット。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から7番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバランチは誰の手先でもねえ。星のため、市民のために命を懸けて神羅と戦う。それがアバランチ。その俺たちに神羅は決したと。バカだな、バレット。なんで拘束しなかった。宣言するんだ。なるほど。名誉の回復か。ふん、それは重要だな。ほら、もう余裕ぶっちゃった。星の未来より重要というわけだ。あ、全部甘いのだよ、君らは。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかもだ、神羅なき後の未来像、魔皇なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないがね。一つ教えてくれ。てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包み紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除。
やれることは躊躇なく。ここでか。てめえ！ピーラー。え、これも違くない？でも。バレット！こんな。なんで？筋書きが違うよ、スペピージョーショー。ああ、即座に歴史が戻っていく。フィーラーも切り捨てられるか、セフィロスよ。プレジデントの時点からすでに原作から改変されてるなっていうので、へえと思って見てたんだけど、バレットが刺されるのはおかしい。沈め。あっけに取られてしまいながらもジェノバを叩く。へえ、この物語どうなるんだろう。とりあえず燃やしてみちゃおうか。備えておこう。意外とも。いや。やっ。おい。これやっぱ見破っておかねば。シンラで極秘に保管されていた実験対象細不明、精神に干渉し幻覚を見せる。HP が一定値を下回るとバーストゲージがたまらなくなる。たまりにくくじゃなくて、たまらなくなる。ミスティックを落とす。弱点なし。耐性は、あれはなんだ？睡眠。まあ寝ないでしょうね。魔法、魔法にもわずかに強い。無効なのはスロー、ストップ、割合ダメージ。グラビデ系は効かないってことか。よし、ここで仕掛ける。今がチャンス。この星に存在するいずれの生物とも似ていない。かき回してやる。ふぬけ。リフレク。魔法が使えなくなっちゃった。お、なんだあの。再生した。地面から何かが出て、エアリスに力を見せてやる。どう
大足を感じる。今魔法を打つとリフレフで跳ね返されちゃう。いった。でもついつい使いたくなっちゃう。おお、腕よし。これである程度無力化。うわ、手の断面図とかが見える。ドクロだもんな。何、触覚、触手、生体維持機能。よし、呼ぼう。燃やし尽くせ。遊んでやれ。あー、画面が美しすぎるんだよな。ブロック触手、これを切らないといけないか。呼んでることを忘れていた。触手をなんとかしないといけない。待って、間合いが遠いすぎた。曲のアレンジがかっこいいんだな。おお、派手。触手どんだけ。リミットがどんどん来てる。終わらせる。消えろ。これ今気づいたけど、ポイズナーじゃなくて山びこ煙幕。あれ、クラウド魔法が使えなくなってるかと思ったんだけど、そうこうしているうちに召喚時間が終わってしまった。助かった。すごい。あー、出た、リフレク。これで本体の攻撃が通るように。ブロック、ある限りダメか。じゃあ悪いが頼む。頑張るね。あっちちちあっちちち。本体だけになると解除できたりして、障害を取り除く。どけ、沈め。どうかな、試しに。どけ、捕まっちゃった。あ、燃える燃える。デバリア成功。燃やしていこう。熱いの行くよ。おー、
咀嚼だ。やるな、こんなに見せるバトルだったか。こんな、うわ、うねうねしてる。やだ、切った後の触手もちゃんと動きがつけられてるとか。ああー、地味に酸性雨っぽい。バリア神経ベバリア、先に処理する。絶叫、どうだ。ナイス。リフレクは外させてもろて。めっちゃ盛り上がるな。集中していく。クラインシャイ、腕が邪魔。隙をつく。よし、それ切り替え。勝った、そこ、それ、倒せた。49番。アバランチのヘリ、こちらアバランチ第3飛行隊、これよりメンバーの救出へ向かう。フィーラーがめっちゃ飛んでるな。いない。あ、飛んだ。ありがとう。フィーラーって何なんだろうな。なんかこう気を使うみたいな、この描写。誰かなのかな。プレジデント、あー、ワーニングが出て戻れない。ああ、定めが先に進めと言っている。このプレジデントの最後にしろ、パレットがこういうことになってることにしろ、リメイクの解釈って、原作ありき、あっちを静止として、再構築だけど、その再構築の解釈が、あー、今ねすごい嫌なこと考えちゃった。パレットがこうやって死ぬ運命じゃなかったから蘇らされたように、エアリス、あー、やだな、今からもう考えると泣きそうになる。でも、もしかしたら、もしかしたら、だいたいプレジデントなんて原作もう社長室にたどり着いた時点でセフィロスの刀がザシュって、あー、
けどな、良かったですね。あのシーン良かった。バレットが落ちそうなプレジデントを助けたあのシーンは良かった。でもな、本当なんで拘束しなかったのかって思っちゃうな。だいたいこう悪者の社長的な人って机の周りに警備員を呼ぶボタンとか落とし穴のボタンとかってありがちじゃないですか。中に逃げ込ませた時点で、あれはちょっと失策でしたね、バレット。謎のダメだし。でも、あの落ちそうになってたのって、なんでだったんでしょうね。セフィロスが。てか、すごい無数のフィーラーが。この正体何なんだろうな。いや、ジェノバか。片鱗と戦っただけでもあれぐらいですからね。まあなんかめっちゃ楽しみが増えた。魔法の光。プレジデントの言うこともわからなくはないんですよ。今の生活を支えてるのは確かに魔法だから。そのシンラカンパニー自体がなくなった時に、その後の世界で人がどうやって生きていくのか。まあ、とはいえですね、スラムの人たちはちゃんと毎日をたくましく生きてるし、別にこのミッドガルが世界の全てじゃなくて、ウータイとかね、それこそ他の街で生きてる人たちだっているんだから、別のやり方生き方だってこの世界の人はできるとは思うんだけどな。だからシンラの、プレジデントシンラの言ったことはある面では正しいけど、まあ詭弁だとは思いますけれどね。ここだ、助けてくれ、助けてくれ、アバランチのヘリ。お、反対側にもベンチ。ああ、北上はこの上なんだ。すごい数いるんだな。いるし。